こんにちは、サリオです。今日はちょっとラバーのシダをしていきたいと思います。最近出ましたじゃん、おい、来た、ビクタスさんのトリプルシリーズでございます。おい、全部で3種類あるんですけども、レギュラー、エキストラ、ダブルエキストラです。はい、はい、今日はそうですね、同じラケットに貼ってあるので、うん、これとこれですね。はい、はい、これをまあ僕もカットマンなので、ちょっとカットマン目線で、うん、まあ、カットに向いてるラバーどれかなっていうのをレビューしていきたいなと思います。同じ5枚5番ですもんね。はい、ラケットもね、まあ攻撃用ですけど打感は一緒なので、うん、比較していきたいなと思います。はい、はい、村さんにご協力お願いして、はい、はい、やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。レギュラー、レギュラー、レギュラーからいきたいと思います。レギュラーは 42.5 度、はい、です。モゴモゴしてるって言ったじゃないですか。わかる、言ってるよ。わかります、わかる、わかってくれる。ヒットしてる感じがちょっとないよね、モコモコしてるよね。はい、そう、モコモコ系なんだよこれ。だから多分シートが中央クラバーだからモコモコしてるんじゃないかモコモコです。硬い柔らかいモコモコしてるんじゃないか。もし引っ掛けるって、はい、遅いそう、まだ速くないそう、はい、ようなんじゃないか。初中級者って書いてあるしね。そうですね、うん、ちょっといきます。はい、えっ、止まれでも止まない、珍しいね、そういうネットにするの。全然止まないですだけってなったら、ネットミス連発しそうです。なるほどね、はい、あ、そうなんだ、やるかもね。ロスしてる感じっていうのが逆にその、うん、カットでも飛ばないっていうのに繋がってるのかもしれない。実業はい、それではつっつきは、ちょっともっと練習が上がったら、うん、低い段階でこう鋭くいってほしいなっていう感じがあるんですよ。上に行くわっていく感じが、だからそこはもう粘着とテンションの間みたいな手付けなんだろうね。はい、まあ、やりにくさはないんですけど、粘着でイメージしてるこの鋭い突っつきの質っていうのはちょっと物足りないっていう感じです。下回転します。はい、回転はね、頑張ったね。はい、うん、もう入りはしますね。入りはね、でも粘着っぽさ、特別粘着の癖とかも出ないし、まあ、全然扱いやすいかなって、うん、ただカットは、本当にラケットによっては本当弾まなすぎると思うので、まあ、弾むカット用ラケット使ってて、まあ、ちょっとカットがこう抑えにくいからこれ使おうっていうとかだったらまだいいかもしれないです、うん、はい、レギュラーはそんな感じでした、うん、はい、次はじゃあエキストラで 55.5
65だ。
滑ってくる全部、はい、スーってくる低いですよね、かなり低い低い。だから打ってて、やっぱりエキストラの方がなんか理想のっていうか、イメージ通りいくかなって感じ。そうですね、ストレスがなさそうなのがエキストラだね。はい、迷うね、これは。そうですね、ただやっぱ試合でしっかり踏める時ってやっぱそこまで多くないので、試合で安心感のあるラバーっていうと、エクストラ。どっちかと、そうですね、エクストラかな。まあ、一番低くなるな。はい。そりゃそう。ああ、でもいいですね。次の感じは、一番。おぉ。あ、一番ツッツキいいかもしれません。ツッツキに関しては、エリアさんも一番あるかな。ああ、なるほどね。はい、かっこいいよね。まあ、振り切ってもあんまり飛びすぎないので、じゃあ下回転打ちを配慮します。どうですか、受けて。結論から言うと、はい、そっちの方がかかってる、はい。でも、かかってなさそうだけどかかってるから、エキストラは、これかかってるなと感じで飛んでくるけど、はい、軽く振って、そんなかかってないかなと思っていても、すごいかかってるから、ダブルエキストラが取りにくい。受けてる側ですよ。質の高いループ出すんだったらそっちだね。出しやすいの。はい。ちょっとドカンって言うと。ちゃんとついに。間違いない。はい、イメージが変わる。はい、何ですか、先ほどったらこう試合でってなったら一番ミスしない手を選ぶみたいので、それを考える総合的に見るとエキストラかなと思いますね。一番イメージ通りのボールがいくので、パットも攻撃も、でも一番質が高いのはダブルエキストラ、はい。まあ、こっちはどっちかっていうとこう本当ボールの癖というか変化で勝負したりとか、ちょっといやらしさ、出せるのかなと思いますね。結果カットマンでも全然使えるってことだな。余裕で使えますよ ね。特に今の攻撃用のテンション系使うカットマンの方も結構多いんで、全然これが弾みすぎるとかってもちろんないですし、むしろカットはしやすいと思うので高評価でした。はい、ただレギュラーはちょっとラケット選ぶかなって感じでしたね。はい、まあ、初級者の方が使うにはいいかもしれないですけど、まあ、ママさんとかすごい使いやすいっていうかもしれないですね。そうですね、ちょっと言えばですけど、裏裏カットマンのバックとか、あ、はい、ちょうどいいぐらいでって感じで。なるほど、はい。まあ、でも、まあ、僕も粘着全然使わないんですけど、それでも打ちやすいと思ったのはすごいびっくりですね。発見でしたね。ちょっとびっくりでした。はい、これはもう本当に発売されたばかりなので、はいはい、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。